はい、どうも、成功法で負けない FX、のりまるです。今日もね、簡単な FX の考え方をお伝えしていこうと思います。今日この話ですね。まあ、FX の取引というのは、まあ、一体何なのか、まあ、どんな感じでイメージしていくのかというのを、まあ、簡単に説明できたらいいと思います。まあ、FX っていうのはね、この外貨為替商取引、証拠金取引というものですね。まあ、言ってるのも証拠金というのを、FX 会社に預けて、まあ、そのお金を、で、まあ、外貨を取引する。まあ、円を買ったり、ドルを買ったり、まあ、ドルを売ったり、まあ、円を買ったり、またユーロだったりね。まあ、そんなことを繰り返して、行って、まあ、利益を出すということなんですよね。で、ここに、まあ、たまたま一つ例を挙げてますけども、1ドル120円の時に、この円というものを使って、このドルを買った。まあ、そんな取引を、まあ、一つ例に出してます。この1万通貨っていうのは、まあ、1万円と思っておけばいいですね。で、この120円の時に、1万通貨の円で、まあ、ドルを購入したと。で、このドルを持ってました。で、これが、まあ、しばらくしてね、こうレートが進んで、ドルの価値が高くなって、円の価値が安くなった。まあ、そんな状況になりました。まあ、チャートで言うと、例えばね、ここの位置。まあ、今、現行のチャートでね、123円、70銭ぐらいになってますけど、まあ、ここで買って、例えばね、この辺で買って、この赤線のこの上あたりで、決済したと。ここが120円のラインで、ここが121円のラインだと思ってください。で、まあ、レートがこのように巡航してね、この時に円で、買ったものが、ここの位置までレートが上昇してきた。で、この位置で121円になった。まあ、そんなところですね。で、さっきの画面に戻すと、こんな感じになります。あ、これか。はい。で、ドルが120円になったんでね、121円の価値のものが121 円になったので、まあ、この位置で、まあ、ちょっとドルをね、大きく書いてますけど、まあ、この位置で、決済。また円に戻すってことですね。まあ、自分たちは円で取引してるので、また円に戻すと。この位置になったときに、その決済という注文をすると、120円の今現状の価値でね、取引されるので、こっからここまで1円の差があったので、その利益をもらうことができたってことですね。で、このドルを、円に、まあ、売って円にしたということなので、1万円分のドルを保有したので、まあ、100ピプス獲得となり、1万円の利益が出た。まあ、説明がちょっと下手くそかもしれないですけども、こういった流れで、利益が出るということですね。今、たまたま今回は、この1万通貨、1万円、120円、ドルが、1ドル120円の時に、1万円分の、まあ、ドルを購入して、この通貨を保有してた。で、そのまま、時間が経過するのを待っていたら、この120円のものが121円になったと。まあ、それは、ここで買ったものが、この位置にこう、レートが上昇してきたということですね。で、まあ、この位置になって、1円、まあ、増えたのでね、1円分増えたので、まあ、それを決済して、利益を確定したということになります。この120円のものが121円になった。まあ、こんな時にね、FX の共通単位で、100ピプス。1円分100ピプスという、まあ、言い方をします。まあ、これは円を基準にした時なんでね、ただユーロとかだと、まあ、ここに書いてありますけど、まあ、ちょっと違ってくるんですが、まあ、考え方は同じです。FX の共通単位、ピプスというものを、
を使うと、まあ、この結局この獲得ピップス数かける投資したお金ですね。まあ、それが、まあ、利益になると。まあ、そういうふうにまあ考えてもらえばいいと思います。まあ、もちろんね、損失を出した時にも同じようなことになるんですけども、まあ、この FX で利益を上げるというイメージは、だいたいこんな感じですね。で、まあ、FX の最大の特徴というのは、まあ、いくつかあって、仮に、今は現状ではこう、上方向にね、まあ、上昇してきたときに取引しましたけども、逆に、こういったときですね、まあ、先ほどの図と逆に、例えばね、ここが120円だったとして、この時に売りという注文を出して、例えばここ、119円だったとします。ここまで売りっていう注文をしてると、さっきと逆のことが起こるんですよね。こういう逆のことが起こって、今度は、120円の価値だったものが119円になった。まあ、そこでも利益を出せるってことなんですよね。売りでも、上昇してきたとしても利益を出せるし、下降してきたとしても利益は出せると。まあ、これが、まあ、FX のいいところ。まあ、とても優れてる部分。ということになります。まあ、一般的な商売だとね、まあ、安く買って高く売る。で、安く大量に仕入れて、まあ、薄利多売で安く売ると。そういったものが大抵のまあビジネスモデルだったりするんですけども、まあ、この資金運用、まあ、FX の外貨、為替、証拠金取引というのは、レートが上がっても下がっても、まあ、どちらでも利益は出せるということなんですよね。仮にこの日本円というものをまあずっと持ち続けたとして、まあ一般的には銀行などに預けてね、その利子で、まあ、資産を増やしていこうと。まあ、そういった考えが、まあ、かなり古い考えでね。まあ、お金を増やすとすると、まあ、利子というものでね、まあ、年利0.01%とか3%とか、まあ、そういった利子で、まあ、資産運用するなんていうのは、まあ、一般的な考えなんですけども、まあ、そういったものではなくてね、まあ、ある一定の資産を、まあ、売ったり買ったり、しながら、取引していくことで利益を出そうと。そういったものを可能にしてくれるのが、この外貨、為替、証拠金取引というものになります。まあ、全体のイメージはね、こういう感じになってます。なのでね、一般的なまあ仕事というのは、自分の体を使って、まあ、時間を使って、まあ、労働力を提供することでね、まあ、お金を得るっていうのが、まあ、一般的なお金を稼ぐという形なんですけども、このひとたびね、このお金で、動いてもらう、お金に動いてもらうという考え方をしていくと、今の同じような労力でね、もう10倍、100倍、1000倍、1万倍ってね、そのようなものすごい力を発揮することができるものなので、まあ、単純にね、お金儲けという部分で考えたときに、もうこれ以上のない、まあ、最強のスキルになっていくので、まあ、ぜひね、こういった考えを、持っていくことが、まあ、今後ね、まあ、不況なんて言われてて、まあ、なかなか経済が復活してこない、まあ、こんな世の中でね、かなり強みになる自分のスキルとしてね、大きな武器として、まあ、使っていくことができると思うので、まあ、ぜひものにしてもらえたらなと思います。はい。長くなりましたけど、今回は以上です。それではまた更新します。ありがとうございました。